というわけで今日はログランドかな来ました。こちらうどんの、ね、自販機あるんですけども作る人がいないので現在稼働してません。この左のやつだけ動いてます。天ぷらうどん330円。こっちにもあります。ズートピアかな。こっちにもうどんって書いてあります。うどん屋さんだったのかな。はい、これがね、あの外側見ると向こうにねログランドって書いてます。でもね、ただこのガソリンスタンドが邪魔で、もう一部分しかね見えてません、まあ、昔はおそらく普通に行けたのかな。というか、まあこの2年ぐらいは動いてないそうで、中の、まあうどんとかのね入れ替えが製造できないということで壊れてはないんですけども、でまあ、こっち側は壊れてるそうです。うどんの自販機あったんですけどもなくなってしまいました。まあ、本当にあの今撮影日はゴールデンウィークなんですけども、あの、まあ、ゴールデンウィークとかそういうね大きな連休になったらやっぱバイカーたちがねここ集まって、給油しつつうどんを食べるという、まあ、文化というかカルチャーがありました。もう今となってはね、うどんの自販機はないということで、なんか結構ね寂しいなというような感じでございます。ただね、岡山県にも、3台程度、置いてあります。うどんの自販機ぜひ皆さんも行ってみてください。残ってるところありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。